八王の乱。八王の乱は、中国の王朝、進む、精神の滅亡のきっかけを作った、皇族同士の内乱である。精神は100年にわたる三国時代に終止符を打って、全土を統一したが、その平穏はわずか数十年で崩れ去った。この後、中国は隋が統一するまでのおよそ300年にわたり、再び動乱の時代を迎えることとなる。なお、八王の将は、 政党はお芝居 A に仕えたろ、露シの老いが表した、八王子児現在は三一に由来するという。前漢の時代、初期には、旧六国の末裔や行進などを諸行王に廃し、続いて彼らを排除して皇帝の一族、喪失、皇族を諸行王とする政策をとる。ところが、クレスワイ七国の乱を契機として、喪失抑制政策がとられ、 諸国王は両国において中央が派遣した国将、五官、韓国越者、義などの厳重な監視下に置かれ、その政策は五官、義において強化された。義の末期、兄、芝氏の後を継いで死亡の地位に就いた芝明は、自己の一族を各地に封じて義までの幽閉同様の待遇を大幅に改善した。さらに彼らを尊くに認じて幼地に駐屯させ、 クレや北方民族に対抗するための軍権の一部を授けた。トトクは、儀の時代にも分かれていたが、強力な軍権ゆえに、王や、旧権、諸葛丹のように、ばしにして、反旗を翻す者が、相次いだ。反面、ばしも、芝居がトトクとして、諸区の諸葛領の北伐を防いだことで、権力昭悪のきっかけを築いた地位でもあった。そのため、秦では、 と特に一族を認じることで、その反乱を防ぎ、かつ、クレや北方民族に備えようとしたのである。だが、一族に軍権を与えたことが、八王の乱を招くきっかけとなったのであった。柴明の子である、柴縁、武帝は二百六十五年に、秦の初代皇帝に即位した後、二百八十年に、クレを滅ぼして天下を統一したが、統一後は、次第に、 外籍や側近を徴用して、政治を乱していった。また、皇太子である息子、柴忠氏、後の慶帝の暗具ぶりを憂慮していた。武帝の弟である、西王柴雄は、叔父柴氏の養子になっていたことから、柴氏の着流を主張できる立場であり、実父の柴明からも長愛されて、宮廷内外の人望が厚かった。八十二年、大野康氏三年、武帝は、 側近の中書館の順次へ、自中の表らの勧めによって、柴竜のすべての役職を解いて両国への帰国を命じたとこ、柴明の弟である、不風王、柴春や、王根、宗氏など多くの阿尊がこれを西王に皇太子を保筆させるべきだとする世論に反するものであるとして、思いとどまるように上層した。だが、武帝はこれを、 帝室内の問題であると上層者たちを処分した上、病気の柴優を無理やり帰国させようとして、途中で病死させてしまう、西欧有機犯事件。この西欧有機犯事件は、時の失聖者、この場合は柴優を推進した、皇帝側近の方針に対して、市大部の間の世論の尊重こそ、国家安泰の鍵と見る帝臣たちが批判したことから、発生した。 権力構想あったが、この対立構図は、失勢者が外籍や皇族に代わってもことがあるたびに、発生し続けた。これに都督を務める皇族将の軍権が結びつくことによって、武力構想に転化したのが、八王の乱であった。従って、西王有機犯事件は、武力構想に至らなかっただけで、八王の乱の短所になった事件であると言える。また、八王の乱において、 実際には、皇族省の政治的野心に基づく挙兵であるとしても、表向きは皇帝の擁護と世論による失政者への批判の声の尊重を旗印に挙兵しており、八王の乱においては、世論を大義名分に掲げた皇族の挙兵皇族による旧失政者打倒権力掌握新失政者になった皇族の権力の私物化とそれに対する世論の批判、世論を 大義名分に掲げた新たな皇族の挙兵という悪循環が繰り返され続けたのである。武帝は呉の平定以降天下統一を成し遂げたことに安心し政務をないがしろにして主職に溺れるようになった。そのため皇后、陽の父である陽春が政務を取り仕切るようになり彼は自らを支持する者を取り立てて多くの求心を遠ざけた。これによりは 弟のよう、陽渡ると共に権勢を欲しいままにするようになり、彼らは天下三陽と称された。陽、陽渡うわたるはかねてより聖望があって、才能もあったが、陽春は何の才能もなくただ外籍という理由だけで権力を握っていたので、官僚から忌み嫌われていた。二百九十年三月、武帝の病が悪化すると、彼は、陽春と王子の女難を、 柴良の二人に工事を託そうと考えたが、要は、武帝の衣装を、洋春和人にすべてを託すという内容に書き換えた。武帝が崩御して、皇太子、柴ただし、帝帝が即位すると、洋春の建政はさらに奮い、つい、には皇帝の住居に住まうようになった。だが、朝廷では失勢を連発し、多くの中心の勇めにも耳を貸さなかったので、内外から遠佐の声が集まるようになった。 慶帝の皇后カナンプーは陰険で作望を好む人物であり、朝廷で好き勝手に振る舞うヨウシュウムの存在を非常に疎ましく思っていた。また、もともとヨウシュウムの娘である皇太后、ヨウトも折り合いが悪く、側近の伝中中老、毛冠とリハジメの信念もあり、ヨウシ一派の中殺を決意した。カナンプーは、関岸東武氏、毛冠、リハジメと共に、 政変の計画を進め、さらに慶州にいる、総芝を呼び寄せて、仲間に引き入れた。291年3月、猛艦と、李はじめは、慶帝の死体をもむいて、陽春の無本を訴えるとともに、御事のりを作り上げて、陽春の罪をでっち上げ、宮中の兵に、陽春捕縛を命じた。陽春は異変を知ると、馬馬屋に逃亡するも殺され、 呂氏は三族皆殺しとなった。呂は、諸人に落とされて、金、城に監禁され、後に殺害された。呂氏一派が粛清されると、女南王、芝良と、王の安江が調整を司さどることになった。彼らは、家詞の権限を抑え込んだので、カナンプーはこれに不満を抱いた。また、守ルについては、武帝の時代に、慶帝の拝着を進言したことがあったので、 特に強い恨みを抱いていた。そんな中、芝廃家の帰省は密かに、芝良と栄は皇帝配律を企んでいると噂を流たので、河南風は芝良と栄を除くことを決めた。6月、河南風は慶帝に御事のりを作らせ、芝良と栄の逮捕を、芝へ命じた。芝はこれに従って、高村広氏とはじめに、芝良夫を包囲させ、清川を芝家に、 守るの逮捕を命じた。芝良は、リはじめに捕獲されて殺害され、守るも、また芝カに捕らえられて中殺された。夜が明けると、大使昌風長家は、カナンプウへ、独断で、芝良、守るを殺害した罪で、バ、を中殺するよう進言した。カナンプウも、また芝が権力を握ることを危険視していたのでこれに同意し、今回の政変の罪を全て芝にこすりつけた。 これにより、芝は、謀反の罪で捕らえられて処刑された。こうして、カナンプーはその一族と共に天下を欲しいままに、するようになり、近親が、住職に着くようになった。特に老いの貸しず王子のかくの県政は皇帝をしのぐほどであり、当時の人は、貸しずと、かくを合わせて、価格と呼び従い、皇人を廃すという故事も旅を越えた、追従の様子から生まれたという。 カシと、各アキの社ャの様は、屋敷は、進化の身分を超えた豪華さであり、自宅で宴会を催すと、国中から人が押し寄せるほどであった。また、カ南ンの陰虐はひどく、外で若い男を見つけると宮中に招き入れて行為に、及び、ことが済むと、口封じのために殺されたという。ただ、カ南ンは政治については、長か、はい。 かかたぎといった人物にすべて委ねており、彼らは献身であったので力を合わせて、国政を大いに安定させることになした。皇太子芝の母は、社給でありか南風の実施ではなかったので、か南風は、その存在を快く思っていなかった。だが、か南風には、男子が生まれなかったので、密かに、妹か馬の夫、半久しの赤子を宮中に入れると、 これを自らの子として皇太子に立てようと目論んだ。カナンプーが芝を廃そうとしているのは、朝廷では誰もが知るところであり、重臣たちの間では密かにカナンプーの範囲が幾度も議論されたが、結局実行には移されなかった。二百九十九年十二月、カナンプーは芝に酒を飲ませて、明帝状態に陥らせ、京帝と 加工号を廃するという内容の文章を書かせた。公文例、東武氏がこの文章を慶帝に見せると、慶帝は、芝、絵師を歌しすると宣言した。だが、重心の長家と、廃は、文章の偽作を疑って堅くなに反対し、カナンプーも、長からへは一目置いていたので、ひとまず処刑を諦めて諸人に落とすことを決めた。三百年一月、カ南風は、観願の一人に、芝、 と無本を図ったと嘘の発言をさせて実施させ、芝を巨将宮に遊兵した。3月、かつて東宮、皇太子の住む宮殿に仕えていた右エイトク芝ただし、上重特徴は芝福井をも論み、強大な平権を握る長王芝林に協力を要請した。芝治はこれを快諾したが、福神の孫修はあえてこの暴力をカナンプーに漏らして、芝を殺害させ、 これを大義名分として、カナンプルを廃して、政権を掌握するよう進めるとと、芝治は同意して、これを実行した。カナンプルはこの暴略を伝え聞くと驚愕し、拷問、尊領に命じて、芝を殺害させた。四月、芝治は、尊州、右衛一苦両は、両王芝、西王、芝光と共に、芝の仇を撃つことを大義名分として、 政変を決行し、慶帝の御事乗りと称して、この家軍に参加に入るよう命じ、さらに、柴光に百人を率いて宮中に入らせた。菓塚は異変に気づいて、逃げようとしたが、兵士に囲まれてその場で殺された。河南風は捕らえられて諸人に落とされ、金、城に監禁された。菓一族もことごとく捕らえられた。数日後、柴は、偽の乗りを発し、 少書、竜弘氏に金くず酒、金粉入りの毒酒を、金、城に届けさせ、金南風を自害させた。また、柴治むに恨まれていた重臣の長家と、肺を殺害された。こうして、菓一族の時代は終わりを告げた。柴治むは自ら不説を持って小国に上り、権力を手中に収めた。柴治むはひとまずは、人心掌握と慶弟の補佐に努めていたが、 次第に、権力の独占を施行するようになり、定位三奪の野心を抱いた。しかし、芝治は才能に乏しく散略がなかったので、実際には、側近の孫修が百官を動かした。そのため、厨房は、次第に、芝治ではなく孫修の下に集まるようになり、芝治自身の求心力は全くと言って、いいほどなかった。ワイナ王芝城、慶帝の弟は、 柴治むの振る舞いに不平を抱き、排斥をもくろんで密かに決起兵を養ったが、柴治むはこれを事前に察知して、大いに警戒した。八月、孫州は、偽の御事の折りで、柴城を弾劾したが、柴誠は先手を打って、ワイナン兵と、中森軍の兵を率いて、柴治むの謀反を宣言すると、柴治むのいる、小国府を攻撃した。むは、迎撃に当たるも、 柴誠に連敗を喫し、これに対処する術がなかった。柴誠は雨のように弓石弓を降らせ、柴治むの部下は逃げ惑って木の下に隠れ、すべての木に数百の矢が刺さるほどであった。宮中にいた中書霊、陳紀氏は柴誠を援護しようと思い、白虎、旗、皇帝の旗を芝忠し守る伏せ種に渡して、柴誠の陣に派遣した。だが、 福谷は、裏では、柴を治むと繋がっており、柴誠の陣に赴くと、迎え入れた、柴誠を殺害した。これにより、柴上軍は瓦解し、乱は鎮圧された。この一件の後、柴治むは旧鈴を下しされた。301年1月、柴治むは、義王、柴武柴芝誠の創尊を宮殿に派遣し、京帝に、全勝。 帝位を譲る将を欠か,かせた。さらに様も両将軍を起こし、柴ただしらに兵を与えて、入り殿させて百官へ、全城に協力するようした。こうして、柴治は大極殿に上ると、帝位を散脱した。柴治は軍心を懐獣しようとして、官爵を乱発し、縛りに一派は皆列強や、諸中老将に任じられ、即位に協力した者もすべて破格の抜擢を受け、 奴隷や子卒であっても借位が与えられたという。だが、あまりにもその数が多かったので、可視する少子が巨額になって国庫が不足してしまい、風光者に渡す印刷が足りなくなった。また、政治は、孫州が宣断するようになり、芝治が出した、彰令もしばしば書き変えられた。朝に出された勅命が夜には変えられることもあり、百官の移動も頻繁に行われ、 洛陽は大いに混乱した。当時、三王、西王柴光、聖都大柴英、かか王柴、がそれぞれ強兵を要して、地方を治めており、柴治むはこれを深く憂慮して、彼らに感謝を与えて、怪獣を図った。また、補佐を名目として、自らの進化を三王のもとへ派遣して、監視に当たらせた。三月、芝光は、 柴治むの進化を殺害すると、吉吉氏何継へ、劉城将軍、東昇紗らと共に拒兵し、さらに柴英、柴、定山王、柴治む、二位の工事場に使者を送って、協力を呼びかけ、各地の将軍や衆軍建国にも、決起の檄文を送った。柴英、柴治む、柴はこれにこうし、柴だけは従わずに、柴治むを援護したが、 やがて、柴光が優勢であることを知ると願った。三王が拒兵したと聞いて、柴治は驚愕し、三軍を南化させて、柴光らの北上を防いだ。柴光の討伐に当たった長王、柴忠軍は否敵、英雄影において、連戦連勝であったが、次第に押し返されて、英英水を挟んで、こ着状態に陥った。芝治の討伐に当たった孫氏長は、 木橋で芝英軍に対象したが、内輪は揉めと油断から芝英の吸収を受けて水で大敗を喫した。芝英は甲賀を渡ると落陽に逼迫した。4月、芝光らの挙兵以後、落陽の百官や諸将は芝治と孫州を殺害する機会を伺うようになった。芝英が落陽に迫っていることが知れ渡ると、大越と高良甲芝は、 兵を率いて宮中へ向かい、まず諸将へ球門を押さえさせ、さらに中諸将を攻撃して、芝治の側近である、孫修らを捕らえて処刑した。落葉を制圧すると、大星は、芝治へ京帝を福井させる御事とのりを書くよう、強要し、その後近所に送還し、逆に、京帝を招き入れた。数日後、芝治は、金屑酒を飲まされて自害させられた。 柴治の死を聞くと、柴光と対峙していた蝶浦は皆投稿した。柴治によって用いられた百官は罷免され、柴光らが挙兵してから柴治の敗亡まで六十日余り、実に十万人以上が殺害されたという。柴光は、柴治討伐の功績により旧鈴を可視され、タスク制の任についたが、権力を握ってからは、斜視な生活を送るようになった。 工具に匹敵するほどの邸宅や館社を大いに建築し、主職に溺れる日々を送った。また、入庁を行わずに、自らの府に百官を招いて、政務を行い、皇帝の批准を仰がずに、事案の決裁を行い、官員の任用や面官も自らの判断で行った。これにより、民衆は大いに失望したという。軍神がこのことをたびたびいさめると、芝光は、その意見に、 一定の理解を示したものの、結局行動を改めることはなかった。カ光の兄である、東ずまらい大はかねてより、カ光に恨みを抱いていたので、大御師と共に、カ光を倒す計画を練ったが、計画は事前に露見して、バは、諸人に落とされ、大御師は山賊と共に中殺された。芝は、常用に移されたが、芝光は常用ないし、事務に命じて、芝、 を暗殺した。十二月、長安を守る柴、は、柴光の先生を批判し、その罪状を上書して、兵を挙げると、落葉にいる柴治に、柴光討伐を命じた。行を守る柴英も、またこれにこうした。これを受け、柴治は、柴光討伐の兵を挙げると、まず宮中に入って、定々を支配下に置き、柴光のいる、大芝府を攻撃した。 柴光は遠もぐさに柴治を攻撃させたが柴治はもろもろの感覚や千秋門、人武門を焼き打ちさせた。夕方になると城内では雨のように矢が飛び交い炎の勢いは天まで届かんほどとなった。百貫は消火に励んだがその過程で次々に命を落とした。戦いは三日間続いたが最終的に大芝調子、長園は寝返って 芝光を捕らえ、芝治に投降した。芝光は、公文外で処刑され、芝光に協力した者たちは山賊を中滅され、死者は2000人を超えた。芝治はこの後も朝廷に止まったが、調整をん断せずに、政務の事案については全て行にいる、芝英に報告して、採決を任せた。また、決して、警定をないがしろにすることはなかったので、 部下や民衆からも大いに慕われ、名簿、聖与は大変高かった。だが、芝絵は強者に吹けったので、芝光の時代以上に政治が混乱するようになった。芝は、もともと、芝治が芝光に敗れて殺されたのを口実に、芝光を打ち、その後芝絵を擁立して、自らは最小となるのを計画していたので、現状に不満を抱いていた。 そのため、リフクミラを落葉に派遣して、芝治を襲撃させたが、事前に警戒していた、芝治は彼らを捕らえて処刑した。芝英も、また権力の独占を格作していたので、朝廷に泊まる芝治を邪魔に思い、密かに資格を派遣して、芝治の暗殺を目論んだが、失敗に終わった。8月、芝、芝英は、リフクミラを殺害したことを口実に、 柴治む討伐の兵を挙げ、これに対して警定は御事のりを発し、柴、らを弾劾して、柴治むに討伐を命じた。柴英配家の陸機軍二十万が落葉に迫ると、柴治むは警定を報じて、陸機を迎撃して、これに対象した。柴治むはさらに柴配家の長方、軍七万を攻撃すると、長方の兵は、皇帝の腰を見て、恐れをなして逃走した。 十一月、長方は、成功法では、落葉を落とせないと考え、落葉を包囲して兵糧攻めを行い、さらに先近、落葉東の席を破壊して、落葉を水不足に陥った。これにより、落葉城内は混乱し、米一国が一万戦まで高騰するようになった。三百四年一月、芝治は、柴英軍に連戦連勝であったものの、合戦は長期にわたったので、 木内は、食料が欠乏してしまい、落葉城内にいる、東海王芝氏は、芝治には、勝ち目がないと判断し、夜中に、さまもる将軍、朱木をはじめとした、連中諸将と共に、芝治を捕らえて、金、城に遊兵してしまった。これにより落葉の城門は開かれ、城方は城内に入ると、金、城から芝治を連れ出し、自分の陣営で焼き殺した。 これより、以前の十一月、柴治は、洛陽の包囲を解くため、要収死し,し、竜鎮を長上へ進軍させた。この時、柴は、高平邸に駐屯して長方軍の後援となって、いたが、竜鎮拒兵の方を聞くと、以上に帰還して、守備を固め、徳盛恐れ、に迎え撃たせた。だが、恐れは、高庭話で竜鎮に敗北したので、柴は大いに恐れて、 長安に退却し、長方を急いで、洛陽から呼び戻した。竜鎮は、芝が派遣してきた軍を幾度も破ると、ついに、候補丹、A 弘氏を長安門から城内へ侵入させた。彼らは奮戦して、芝の本陣まで迫ったが、竜鎮本体の到着が遅れたので、救援に来た兵力大使、長タスクから攻撃を受けてしまい、軍は壊滅した。竜鎮は、 廃山兵を率いて軍営に撤退したが、落陽から帰還してきた長方が軍営を野襲し、軍勢を壊滅させた。竜鎮は逃亡するも捕らえられ、やがて処断された。乱が沈まると、柴江は上昇に認じられ、やがてスメラ不当ととなった。柴江は一度は、落陽に身を置いたものの、すぐに再び行に戻って、間接統治の形式を取った。柴江の射死は日に日に悪化し、 自らが君主であるかのように振る舞い、電中では芝英に嫌われていた者が処刑される街道を命じられ、宿英兵も芝英の意に沿う者に入れ替えられた。これにより、民を大いに失望させた。7月、芝子氏は芝英の振る舞いに行き通り、耳英将軍陳、電中中郎、ずと、聖介、芝治の旧将上官ミラと共に、 芝江討伐を掲げて決起すると、京帝を報じて、共に行へ向けて軍を発した。芝江は、廃下の石長に防戦を命じ、石長は、東陰で皇帝軍を奇襲し、大将を収めた。百官や侍後は慌てて死産してしまい、芝江は京帝の身柄を確保して、行に迎え入れた。芝子氏は、風国の東海へ帰還した。 柴栄は慶帝を要するようになると、百官の役所を設置して、自らの独断で、民間や処罰を行った。ととく優秀諸軍事、王春は優秀で強大な平権を持っていたが、かつて柴栄らが、超大柴林を討伐した時は協力しなかったので、柴栄はこれを恨み、機会があれば中殺しようと考えていた。栄は優秀死し,し、数円にかに命を下し、 ウガン前部のシンノボ登と協力して、王春を暗殺させた。だが、シンノボ登は寝返って、王春に計画を全てを話したので、王春は、東衛講師馬頭と結託して、カズウェンを殺害した。8月、王春は、司馬頭と連携を取り合い、芝江討伐を掲げて決起すると、南部、右岸を含めた、兵2万を率いて、進軍を開始した。芝江は北中老将。 王竹氏と、石町、李竹氏らを派遣して、王春らを迎撃させた、連敗を起死してしまい、王春は勝ちに乗じて進軍して、行に迫った。この時、柴江は、郷土の龍園へ、五部郷土を救援として、引き連れてくるよう命じたが、龍園は出生すると大前後を自称して、新朝から自立し、間もなく、官帝国、前、朝と呼称されるの自立を宣言している。 行場内は、戦々恐々とし、百官や士卒が逃走し始めてしまったので、芝江は、ロシの進言により、慶帝を連れて、洛陽へ逃走した。洛陽に帰って、以降芝江は失脚し、芝廃下の長方が兵権を握って先制したので、政治に関与することもできなくなってしまった。長方は慶帝を、無理やり引き連れて、長安への戦闘を強行した。芝江は、 スメラフトートートから廃されて、禁止を命じられ、代わって、芝沖、後の懐御門が、スメラフトートートに建てられた。三百五年七月、芝子氏は、警帝の奪還を掲げて、助手で決起し、東成王、芝茂、王俊、繁陽王芝、ぴょんちゃん皇芝片桐も、またこれにこ応した。芝子氏は、死死以下の会員を、皇帝の代行として任命するようになり、 阿蘇は、長安から離れて、芝小市の下に集うようになった。だが、吉氏市、劉隆氏は、京帝の命ではないとして、芝小市からの任官を拒絶し、逆に兵を発して、芝の守る巨匠を攻撃し、さらに長氏、劉竜には、商剣の霊壁で、芝越軍を防がせた。芝小氏はこれに敗れ、商剣から進めなくなった。どうなるを、芝茂もまた寝返って、 劉隆氏に降応した。柴は、柴子氏の決起を知ると、慶帝の御事のりを報じて、柴子氏らに、風国に帰るよう命じたが、柴子氏らは御事のりを無視した。10月、柴は、劉隆氏を、新東大将軍に任じて仮武士を与え、劉邦、石町、王仙らを、その公園とした。劉隆氏は、巨匠を攻略して、柴らを下北へ敗走させたが、 12月に、柴は、王俊の援護を受けて、犯行に転じ、川橋で王仙を、慶応で、石町を打ち取って、劉隆氏を拠点の考え城から撤退させた。さらに柴茂を、臨球で撃破すると、柴子氏と合流して、県で劉悠を破って殺した。これにより、劉隆氏軍は壊滅し、兵士へ逃走した。ついで、芝氏らは軍を合わせて、 洛陽へ向けて進撃すると、洛陽の首相、両アキララは、戦員喪失して投降した。こうして、柴越軍は、落葉に入った。306年1月、竜隆氏の敗戦を聞くと、柴は、恐れ、柴越との和平を望むようになり、長方を殺害してその首を、芝越に送って、和を凍った。だが、柴越はこれに応じずに、 木広氏、総下部と芝山に、前備兵を与えて、長安攻略に向かわせた。4月、芝越軍が、観光関に入ると、芝は、河野軍大使法遂と、北地軍大使木に、木広氏らの進軍を阻ませが、5月に、木広氏は、法遂と木に対象し、観光関を突破した。芝は、さらに馬戦と、各地隊を水に派遣して防戦させたが、 馬仙羅は敗戦して兵は三滅ぼした。芝はこれを聞くと、ついに単身で大白山へ逃走してしまった。木広氏らが長安に入場すると、芝の百官も、また山中に逃走した。木広氏らは警定を伴って、東に帰還し、鎮西将軍領竜に、冠中を守らせた。6月、芝敗下の馬仙羅は、長安に入って、領竜を殺害し、 大白山から、芝を迎え入れた。だが、高能軍大衆、はい深刻内使、加賀、安定軍大使かひきらはこれに反発して拒兵し、馬戦乱を討伐した。柴越も、また徳森美明を派遣して、柴を攻撃させると、芝、渡谷北将軍賢秀を兵力に中軍させて、美明を防がせたが、芝の長子、妖刀は隙を見て、賢秀を殺し、 投稿してしまった。これにより、冠中勢力はすべて柴子氏に基準してしまい、柴はただ、長安だけを保つのみとなった。9月、柴江は、柴の敗北後は逃亡生活を続けていたが、富久軍大使、兵高氏により捕らえられて、行場に送られ、翌月に、長氏隆吾氏により殺害された。12月、柴子氏は、朝廷の混乱を沈めるため、少々用いて、 芝の罪を許して首都に任じ、洛陽へ昇平した。芝はこれを受けて、洛陽に向かったが、芝子氏の弟である、南洋を芝方木はこれを認めず、密かに配下の両親を派遣して、芝を考察した。その後、慶帝は餅を食べて、中毒になり、あらわびどので放御した芝子氏による毒殺説もある。こうして、懐御が即位したが、実際には、 芝一が権力を掌握していた。だが、懐御門は、次第に自ら政治を行うことを望み、あらゆる事務に目を配ったので、芝子氏は大いに不満を抱いた。懐御門が、自らの側近である、中所官牧派、太氏牧牧種、三期上司を述べ、少書南水、大使霊堂沖らを嫌お、政治の中枢に関わらせるようになると、芝子氏はこれを不安視し、竜子氏、 半島と結託して牧原に、無本の罪をでっち上げ、捕らえて処刑した。この一件により、柴子氏は大いに厨房を失い、大いに猜疑の感情を抱かれることとなった。当時、連年にわたり続いた内乱の多くが宮中で起きていたことから、柴子氏は、保身のために宿営兵をすべて罷免し、周りを自らの謹慎のみで固めた。柴子氏は、 急速に勢力を拡大する間を前に何の手も打てなかったので朝廷で不安な日々を送った。そのため、落陽の兵を用いて遠州、予州で乱を成している赤力を打とうと考えた。懐み門は落陽の守りを薄くすることに猛然と反対したが、柴子氏は聞き入れずに出発した。柴子氏は人望、名声のあるものをべて従軍させたので、落陽は 官員がいなくなって警護が不足し、宮中でも、盗賊や人殺しが横行するようになった。芝子氏は東に軍を発すると、後見に中軍し、芝子氏は四方に右撃を放って、共に、赤録を打つよう呼びかけたが、これに応じる者はいなかった。311年1月、芝子氏の側近である、芝半島や少女、龍のぞむは共謀し、芝子氏と対立していった清州氏市、 後期を布告して、落とし入れようとした。後期はこれに激怒し、諸州に激を飛ばして、柴子氏の罪を並べ立てた。懐みかも、また柴子氏の専門に不満を抱いていたので、後期に密賞を与えて、柴子氏討伐を命じた。柴子氏はこのことを知ると、激を飛ばして、後期の罪状を述べ、十字中老、要眉、諸州市市、灰盾に、後期を攻撃させた。月、 しばこしは、遊墳のために病にかかり、間もなく、工場において休止した。八王の乱の際、蝶は異民族の傭兵を戦場に投入した。一見盤弱に思えた、進むの急速な弱体化は、内乱に参加した、異民族に独立への野心を与えることとなる。やがて、それは八王の乱中の三百四年における、強度の主張流縁の間、前、蝶の建国へと、つながり、 中国全土を巻き込む内乱、英華の乱へと発展していった、八王の乱の終盤は、英華の乱が同時に進行ているが、八王の乱に明け暮れる精神はこれに対処する術を持たなかった。そんな折の三百十一年三月、前述のように懐御門と柴越が対立して、討伐命令が出され、逃亡先で柴越が病死したことは官軍を勢いづかせ、 赤緑は、芝越泣き後の精神軍を攻めて大勝し、その少子十四万を捕殺するという大戦果を挙げた。これにより精神は抵抗力と統治力を完全に失い、芝越の死からわずか三ヶ月後の六月に落葉は、陥落した。懐御門は、菅野との平洋、三世少林奮し行徳に連行された後の三百十三年一月に、処刑され、 懐ところの大いびんみかが、長安で残党により313年4月、擁立されるも、この政権は、長安周辺だけを支配するだけの地方政権しかなく、全国政権だった精神は、洛陽落陽寒楽により事実上死にたいとなった。タピンテイも316年11月に、菅の竜洋に攻撃されて投降し、平洋に拉致されて317年12月に殺されて、 完全に精神は滅亡した。こうして時代は、五個十六国時代へと突入していく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。